どうもこんにちは、今日はですねスマホです。3月4月になってくるとね、新しいスマホを購入するっていう方ね多いと思うんですよね。私もね周りの環境が変わるタイミングでね結構スマホを変えたりしてるんですけど、今回はねこちらですね、シャオミの Redmi Note 9T っていうやつですね。今回ねこちらちょっと提供ということで紹介させていただきたいなと思います。最初に大事なところを言っておくと、 5G 対応なのに安い、スペックもいいです。で特にシャオミの中でもこの Redmi っていうシリーズはですねコスパ重視のやつなんですよ。こちらねあらかじめ言っておくと、 Redmi シリーズの中でも初めてのね 5G 対応で、販売がねソフトバンク1000倍になってます。でお財布携帯にもしっかり対応しております。で価格の部分ですね、まあ後でいろいろ紹介していくんで、まあ、この価格をねちょっと比較しながら考えてみてください。価格が税込みで21,600円、結構すごいですね。じゃあその2万ちょっとでどれぐらいのものになるかっていうのを今から見ていきましょう。では開けていきましょう。まず本体ですね、まあ、CPU がしっかりしてますね、はい、この辺もね低価格なんですけど、まあ、ゲームでもねある程度しっかり楽しめるような感じになってますね。よいしょ、はい、こんな感じ。また後で見せます。それ以外ではケースですね。ケース大事だから本体移した後にねカバーかけます。でこちら充電器ですね、それとケーブルですね、 C のやつで、ここの辺もね本体は 15W で充電できますね。結構早い方かなと思います。まあ、あとは注意事項とかクイックスタートの書類が入ってる感じです。まあこんな感じですね。ではこちらねちょっとボディ周りからいきましょうか。まずね高さが 162mm、 幅が 77mm、 厚さが 9.1mm ですね。こんな感じですね。どうでしょうかね。でこのボディのところですね、表面のテカテカじゃなくてユニボディポリカーボネート 3D 曲面デザインっていうやつでね、ちょっとね表面がねザラつくような感じになってます。そのおかげで指紋がつきにくいんですよ。カバーつける人にはあんまり関係ないかもしれないんですけど、そのまんま使いたい人いると思うんですよね。やっぱカバーかけると若干かさばっちゃうんで、そういう人はねいちいちこう拭く手間が省けたりするんでね、いいんじゃないでしょうかね。まあ常にこの感じってやつですね、はい、でこちらはですね画面のサイズがね 6.53 インチ、アスペクト比が 19.5:9 ですね。 2340×1080 ってやつです。5000mAh なんでね、結構なバッテリー容量です。ちなみに重さはだいたい 200g なのでね、別に重すぎないかなって感じですね。はい、でこちらなんですけど、個人的になんですけど一番いいなって思ったのが、はい、わかんないと思うんですけど、このスマホねデュアルスピーカーなんですよ。右と左であるんですよスピーカー。普通のスマホって片方しかね出ないパターンが多かったんですよね。今まで持ってるスマホ全部それでした。これ両方からちゃんと音が聞こえてくるので、音楽とかあと映画とかねこれで見るとねいいような気がします。最近はね、まあ、いろんな定額サービスが出たりしてるんで、なんかテレビでちょいちょい見るっていうよりかは、まあ、スマホでこう手軽に見る場合が多いんですけど、それでもねやっぱりこれで見ると両方からね音がちゃんと聞こえるんでね、映画のね迫力がねまた変わってくるんですよね。テレビとかなくてねスマホだけで生活してるような人にはね結構ありなんじゃないかなと思います。なのでこれからね新生活で一人暮らししてテレビないよっていう人はね楽しめると思います。こちらがねカメラのレンズですね。でメインのやつが4800万画素ですね。 F 値が 1.79 なんで、まあまあ明るめなのかなという感じです。あとは200万画素のマクロと、深度のねレンズがそれぞれついている感じです。はい、で裏返してここですね、インカメここについてます。よいしょ、ほらこんな感じでちょっとディスプレイの中にねこう埋め込むような形の場所ですね。そちらになってます。インカメがね約1300万画素で F 値がね 2.25 っていう感じになってます。はい、ちなみにちょっと分かりづらいんですけど、さっきね画面の比率がっていう話があったんですけど、普段動画見るときはねだいたい16対9が多いんでね、このカメラのレンズのところにはね映像差し掛かんないことが多いですね。まあこれね画面の最大サイズっていうのにも合わせることができて、まあその時にはね少し引っかかるかなっていう感じですね。
まあ、普段はこれですね。このレンズのやつは邪魔にはなんないですね。ちなみにセキュリティはね、あの顔認証とかもできます。まあ、これで登録ですね。あと指紋認証もできますね。見えるかな、画面の横ですね。ここで今指紋を登録してます。はい、完了。これでね、右手の親指のここ添えるだけで解除されますね。あとは顔ですね。はい、ちょっとこここうして、もう顔見せただけでロックが解除できますね。結構便利。まああとはね、さっき言った通り充電口はね USB-C ですね。 3.5mm のねイヤホンジャック使えます。で、これからね写真とビデオいろいろ試していこうかなと思うんでね、せっかくなんでね外行こうと思います。まああっち行ってからもね紹介はしていくんですけど、よいしょ、あらかじめ言っとくとね、何をやろうかな、まあ YouTube のやつなんでね、せっかくなんで使いたい機能動画編としては Vlog ですかね。何コマかね、3秒ずつかな、数秒ずつ、まあ、細切りにしてそれをねかっこよく仕上げてくれる Vlog 機能みたいなのがあるんで、それ使うのと、あと個人的にはちょっとスローモーションね、その辺を撮ってみたいなと思います。あとはタイムラプスですかね。まあ、スマホでできたらねこれはこれで楽なんで、タイムラプスのあたりも試そうかなと思います。あとは実際あっち行って面白そうな機能とか合いそうなやつ使っていこうと思います。到着しました。今 4K の 30fps のモードで撮ってます。どうでしたかね。今はねインカメですねで撮ってます。でアウトカメラだと 720p の 30fps とあと1080ですね、それの30と 60fps で今の 4K ですねありますという感じです。でちょっと嬉しいのが 4K の時にね上下に黒い帯が入ってたと思うんですけど、そういうのもね、差し込めるのでちょっとシネマティックな感じ出したい時には、入れれます。で今インカメで、実際持って歩いているんですけど、どうですかね。それなりにね手ぶれはしっかり効いてるんじゃないのかなと思います。はい、でこちらがアウトカメラの1080の 60fps ですね。はい、歩いてみます。はい、こちらがマクロモードですね。マクロにすると画質がね720の 30fps しか出ないんですけど、結構ね近くの映像が撮れます。中身のね栗がねないんでね、動物に食われてるのかもしれないですね。はい、はい、じゃあ今からねお昼ご飯じゃないですけどちょっと肉焼きたいなと思います。準備する過程はねタイムラプスがあるんでちょっとそれで撮りましょう。はい、それでは今からねベーコン焼いて食べます。 Vlog モードっていうのがあるのでね、3秒おきにね、4コマ撮れたりするので、ちょっとそれでねどんな感じのやつができるかねやってみようと思います。どうでしたかね。ちょっとね初めてだったんで慣れない部分もあったんですけど、今こんな感じです。カメラもちょっとやってみましょうか。 AI の機能があるので、そのシーンに応じたいい感じにね写真を仕上げてくれるらしいんでね、ちょっとやってみます。どうでしたかね。結構 AI 使うとこの肉の色味がね結構うまい感じでね強調されてて、料理も美味しく見えたかなと思います。いただきます。うん、うまい。ちょっと食べちゃいますね。一
一通りねビデオとカメラね気になる機能を撮ってみました。もうちょっとね、使いたい機能もあるんで、ちょっとこの後少し流しますね。スローとポートレート、ちょっと被写体悪いかもしれないけどやってみます。そしたらいろいろ撮ったら戻ろうと思います。はい到着しました。いかがだったですかね。結構ねいろんなモードがあるんでね、写真とか動画としてはね楽しめるんじゃないでしょうかね。個人的にはねこの価格帯でスローモーションが撮れるのはねいいですね。いや 2,3 年前とかはねスローモーション撮れるやつがやっぱなかなかなくてね、別のサブカメラわざわざ用意して撮ったりもしたもんですね。スマホだったらね手軽にできたりするんでね、やっぱそういったところはいいのかなと思います。まあ、写真と動画ね見てみて感想は人それぞれあるとは思うんですけど、まあいかがだったでしょうかというところですね。まあ個人的にはね、まあ、しっかり抑えれるところは抑えているんじゃないのかなと思いました。そして忘れちゃいけないのがね、こちらね 21,600円、まあ位置づけとしてはミドルレンジなんですけど、価格帯としてはねだいぶローの方なんですよね。それでまあ今回の性能だったりもするので、価格の割にスペックはね結構激高な気がします。もう全てを求めちゃいけませんね。なので個人的にね、まあ、一番やっぱり価格ですね。そして次にねやっぱデュアルスピーカー、あとこの画面サイズ、もうこれだけでね結構満足です。あとはねスペックがね結構良さげなところもあったりするんですけど、動画見たりするのが私は主なんで、まあ、それはねゲームする人にとっては嬉しいところなのかなと思います。まあというところなので、今現在ハイスペックスマホ持ってる人は、まあ、今のスマホ使ってもらえれば大丈夫なのかなとは思うんですけど、これからね新しくスマホを買う人とか、まあ、今まで結構使ってたやつ買い替えのタイミングの人とかは、ぜひねこちらのスマホを検討に入れてもいいのかなと思います。はい、という感じでこの3月4月はね新生活ね準備したり始まったりとね、まあ、変化があると思うんですけど、まあ、ぜひねこのタイミングでスマホだったりとかね、新調する人も多いと思います。いろんなスペックね、いろんな価格帯のものがあると思うので、ぜひね今回のこちら Redmi Note 9T ですねなど Xiaomi の製品結構安かったりもするので、まだね日本に来てからそんなに歴がね経ってないので知らない方もいるかとは思うんですけど、ぜひね一覧に入れてみてください。実機とかがね触れるところもあると思うので、ぜひね手に取ってね、個人的には、デュアルスピーカーがおすすめ。まあ、それ以外の性能もねしっかりしてるんで概要欄にも載せておくので、ぜひご確認ください。というわけで今回は Xiaomi から出た Redmi シリーズ初の 5G 対応スマホ Redmi Note 9T のご紹介でございました。まあいいサイズ感ですね私的には。というわけでそんじゃあまた。